安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さんこんばんは、安田雅史です。こんばんは、的場浩司です。今回もよろしくお願いします。さて、今お聞きのこの番組セカンドベースは若手俳優安田雅史と的場浩司の2人で進めてまいります。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。本日が3月16日ということでですね、はい、まあ、ようやく関東圏は春めいてきたかな、はい、というわけですが、浩司君のふるさと山形は、まあ、2019年のホームページによりますと、はい、まあ、なんと1日の3月の平均気温が 4.5 度という驚きの寒さなんですが、うん、やはり3月でも山形はめちゃくちゃ寒いんだ。まあ、4.5 度がどのぐらいの寒さかっていうところなんですけどまあ山形ってだいぶ、まあ、低くなるときは低くなるので、うん、4.5 度でもだいぶこう上がってきたところではあるんですけれども、冬ではもっと寒いものを感じてるから、うん、むしろあったけえぐらい多分あったかくなったなって思うじゃないですか結局そう思っちゃうみたいな、まあ、4.5 度はまあ若干肌寒いなってぐらいかもしれないですね。ああ、なるほど、ね、はい、そういうことね。やっぱり山形のあったかいっていうのは4月ぐらいからだと思いますね。多分それをその山形のあったかいは多分そうなんだろうね多分そうだと、関東人が言ったら多分そうだと思うよ。あ、そうですね、そうします。はい、ということでこんなまだまだ知らないことばかりの世間知らずのですがね、まあ、ただやる気だけは、120% のね若い僕たち2人がこの番組を通して一緒に勉強していきながら、はい、ラジオを聴きの皆様にも楽しんでいただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今回の最初のコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。さて、このコーナーは浩司君が、月の前半の放送で担当している、まあ、今月のプレイリポートに連動する形で、浩司君がこれから見に行こうと思っている舞台などの上映情報を、まあ、彼の好みというか、いわゆる独断と偏見でご紹介してくれるコーナーです。はい、今回ご紹介させていただきたいのは、以下の2つになります。はい、1作品目はピサロ、公演日は3月13日から4月20日、公演場所は、パルコ劇場ですね、出演者は、渡辺健さん、はい、宮沢ひよさん、栗原秀夫さんが出演され、他多くの方々が出演されております。はい、拝見させていただきたいと思った理由はですね、僕やっぱポスターがインパクトがすごいんですよ。例えばすごいすごいんですよ。すごいで、ごめんなさい。すごいんですよ。渡辺謙さんの顔がもうポスター一面にバーンって入ってくるんですよね。顔だけ？顔です。へー、裏にさまざまな出演されている方の顔があるんですけれども、一面裏表裏すべて渡辺謙さんの顔。へー、でそのインパクトが強いのと、うん、そのインパクトの理由っていうのが、その内容が2400万人を従えるインカ王をたったの167人で生け捕りにするお話なんですよ。これ簡単にまとめると、ああ何、そのそっち側なんだ。そうですなんでそのなんかもうそそられたっていうのと、やっぱ渡辺謙さんの生の舞台を演技で拝見したいと思ったので、今回選ばさせていただきました。あ、なるほどね。はい、で、うん、2作品目が、はい、演劇ユニット初尾六甲さんの、野鴨という野鴨です、はい、野鴨という作品になっております。はい、公演日は3月24日から、29日まで、はい、場所はシアター711、出演者は、鎌田悟さん、他多くの方々が出演されております。はい、僕がこの作品を愛犬したいと思った理由はですね、うん、この原作が、うん、ヘンリック・イプセンさんの本が原作なんですよ。あれ、なんか聞いたことある、聞いたことあるまあ何回かご紹介させていただいて、うん、このコーナーとか ね、 そうですね、人形の家という、作品を拝見した時、人形の家パート2っていう、うん、作品を拝見した時に、うん、ヘンリック・イプセンさんの作品を拝見させていただきました。うんうんうん、そのセリフがですね、うん、やっぱり僕すっごい好きだったんですよね。そのストレートプレイなんですけれども、うんうんうん、本当にこう言い回しが独特というか、その時は一人芝居というか、なんていうんですか、もう一人がもうずっと舞台上にいてとどまって、うん、ずっと一回も吐けることなくですね、吐けることなく舞台上にずっと居続ける、2時間居続けるっていう作品だったんですよ。あ、2時間も2時間、すごいね。まあ、誰かが入ってきたり入ってこなかったりするんですけど、でもその
人はずっといるってことでしょ、うん、そうです。あーすごいね。そういった点ですごい、まあ、内容というか、まあ、表現が面白かったり、うん、あとはキャッチフレーズがですね、こうキャッチ、うん、キャッチコピーがですね、うん、どこにでもいる誰かがただ懸命に生きること、それがこんなにも劇的なのだっていう、こういったセリフがありまして、これは僕はですね書きたくても書けないと。すごいね確かにそう思いまして、ね、そうです、この作品を選ばさせていただきました。確かにそれは言えないね、うん、言えないですね。だってどこにでもいる誰かがでしょ、誰かでも劇場になっちゃうでしょ。そうです、すごいでしょ。しかもさ、このさ、その前のこのなんだ、このこれは神々や英雄たちの物語ではないって初めに、あ、そうです ね言い切っちゃってる部分もすごいよね。ありがとう。インパクトすごいよね。インパクトがここを抜かしちゃった、ごめんなさい。そうですね、ここを抜かしてしまったので、はい、ここを伝えるべきでした。いやでもね、はい、いや大丈夫大丈夫、俺が回収しといたから。ありがとうございます。いやでも本当にこれすげえなと思って、はい、ではないっていう、うん、言い切った後にただの誰でもね、うん、はい、どこにでもいる誰だ、誰かがのやつ生きることがこんなにも激、はい、劇的なのだという、うん、はい、すごいよね。それは確かに惹かれるね。惹かれますね。好きだねすごいね本当にすごい面白い作品だと僕は思っております。そうだね、じゃあまだ見てないですけども、まだ見てないからね、うん、もう期待大みたいな。そうですねなるほどね、ということね、はい、ここね、はい、これをね見てまた次のね、プレイリポとかで、どうだったかをちょっとね、あ、そうですね、伝えさせていただいたら、その熱いね、あ、まじ、そうですね熱い気持ちをお伝えできたらと思います。はい、ということで、はい、以上お楽しみプレイステージのコーナーでした。スペシャルゲストコーナー、改めまして現在放送中の番組サードベースは安田雅史と的場浩司でお送りしております。さてここからは、ここ市川うらら FM でこの1月から始まりました新番組第2第4日曜のお昼12時から放送の誠のまでパーソナリティを務めてらっしゃるサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんにスタジオにお入りいただきました。はい、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。よろしくお願いします。お願いします。それではまず今回のゲスト誠さんについて簡単にご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身でライブ撮影や人物撮影を主として、写真活動をされていく中でコスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようになるための誠の間プロジェクトを指導され、様々なクリエイターさんとコラボやプロデュースを手掛けていらっしゃいます。そして昨年9月には安田さんが出演された映画22世紀寓話が招待上映、主演の佐藤美久さんが舞台挨拶された、ブルガリアソフィアで開催のイベントアニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。そして、現在今お話しさせていただいた、うちの事務所の先輩女優佐藤美久さんと、ここ市川うらら FM で毎月第2第4日曜日お昼12時から放送誠の間で、レギュラーパーソナリティとしてご活躍中でもいらっしゃいます。はい、ということで早速なんですが、もう聞くところによると、はい、隣にいる的場浩司君を、うん、このプロの俳優の道に導いたのが、はい、なんと誠さんだというんですが、それは本当なんですか？そうですね、僕が関わってる、はい、ミュージカルの歌を歌うライブに、うん、はい、出演したんです。うん、で学生のミュージカルライブなんですけど、そう、うん、はい、そうで、その時にうわこの子はすごい、存在感とこのエネルギーがすごい持ってるなって思って仲良くしとこうって思って声をかけまくったっていう、あ、そういう印象があった。そうなんです。あ、なるほど逆に浩司君は、はい、その誠さんにどういう印象を？僕はその時は写真をライブに撮りに来てくださっていて、うん、それ以外にもいろんなことを教えてくださるんですよ。まあ、T シャツとか、まあ、いろんなまあ、裏でいろんな例えばリラックスできる方法だったりもいろいろ教えてくださって、本当に出会ってよかったなと思ってる、方でございます。はい、ということで、そして、とてもこちらも気になる単語といい、単語というか、肩書きなんですが、はい、サブカルチャークリエイティブプロデューサーっていうのはどういったお仕事なんですか？うん、そう、今ってこのサブカルチャーの、はい、がすごい広まっている状況なんですよ。その、うん、SNS の発達とか、そのカメラとかスマホの、はい、その発達とかね、うん、はい、でその表現を自分で表現をしているサブカルチャーの、クリエイターの方の作品をたくさんの人に見てもらえるようにするための、うん、その、まあ、プロジェクト
っていうのをやっているんです、うん、そのプロデュースをしていますね。まあ、実はこれも甲子くんを含めてお二人に伺いたいことなんですけれども、はい、このミュージカルという話になるんですけれども、はい、まあ、ご覧になったのはいつ頃なんですか？初めて、はい、初めて、うん、僕は高校2年生の時かな、うん、あのブロードウェイ、ニューヨークのブロードウェイに行って、でオペラ座の怪人を見ました。それが一番最初、もうすごい、あーもうなんかひたすらかっこいいしか、ね、うん、出てこないぐらい本当にもう心打った、うん、垂れたっていう感じですね。作品がいいですね。オペラ座、いや、オペラ座、うん、いいですね、うん、僕の場合はですね、中学校の時にあの劇団四季さんのキャッツを拝見させていただいたことが一番最初になります、うん、やっぱあのしなやかな動きといいますか、まあ、歌だけじゃないんですけれども、うん、いろんな要素が必要だなって思いましたね、うん、ミュージカル、ね、ミュージカルってね、はい、うん、すごいねあ、なぜ、誠さんはですね、サブカルチャーの文化で、分野で頑張っていらっしゃる、はい、こう若い才能や、うん、こう可能性がある皆さんをプロデュースしようと思われたのはなぜでしょうか？なぜか、単純に僕がそれを好きだからです。あ、プロデュースするのがですか？いや、その若いその子たちが作るサブカルチャーっていうジャンルで作ってる作品が好きなんですよ。作品が好き、そうだから僕が好きってことは他にも好きな人はいるんだろうな、はい、だからその人に届けるようにしよう、こんなのもあるよみたいな、そうですね、提供するみたいな感じで、ああなるほど、うん、すごいですねなんかあれですね、いろんな場面とか YouTube とかもそうですけど、うん、いろんな SNS とかで自己表現ができるようになってくる時代なので、うん、すごい面白い立場だなって思いますね。個人でも、まあ、発信できる世の中になってしまいましたけどね、うん、そうだからこそその個人のその発信の仕方とかそういうのを伝えたりすることで、うん、もっとより多くの人にこの見てもらえるようになるというのですね、可能性が広がる、ね、広がりますね、そうですね、すごいな。ちなみに実際にはどういったジャンルの方々と、まあ、具体的にどんなコラボをさせて、うん、去年はですね、コスプレイヤーのプロデュースっていうのをしていて、うん、はい、あのこのここ市川うらら FM であのラジオ番組もしていたんです、はい、であと、今年その環境問題をテーマにしたアイドル の、 あのイメージの衣装のプロデュースなんかもしてます。お衣装まで、そうですね、そのデザイナーがいるので、はい、でまあ、あとはそのフォトグラファーと起業家をマッチングするっていうのもしているんです、ね、うん、なんか想像がつかないね、いろんなその 方向性が全然違うけど、うん、それを一手にやってるんですね。そうですね、そんなに違くないですよ。そうですか、なんか聞いてる話とジャンルが全然違うから、なんかあらんかなっていう、まあ、僕のただの感聞いてみた感想なんですけども、うん、まあ、クリエイターが仕事をもらう、まあ、すごい大雑把に言うと、あ、ただジャンルが違うだけであって、でもそこの中にはその誠さんが、あ、これは好きだな、もっと広まってほしいっていう思いのもとをやってるっていう、うん、そうですね、ことで、はい、逆に苦労してるとことかあるんですか？苦労しているところ、ね、まあですね、説明が必要なんですよ。サブカルチャークリエイティブプロデューサーって言うじゃないですか、はい、はいはい、何ってなるんですか、ね、確かに馴染みのない、そう、俳優ですとかミュージカルやってますだったら、あ、俳優なのね、ミュージカルなのね、分かりやすいですね、そっちの方が、うん、だけどこれは説明しないといけない、そうですね、確かに プロデューサーっていう中のあれですもんね、うん、サブカルチャーのそうですね、確かにそれはちょっと苦労しそうですね、うん、そう、だからどんどんもっと浸透していったらその必要なくなるから、ね、あ、その苦労がなくなるで、うん、なくなればいいですね、そうですね、うん、先ほどご紹介させていただいたんですが、昨年のブルガリアのイベントでは、まあ、どういった感じだったかちょっと感想を聞きたいのと、はい、まあ、やはり日本のサブカル事情とやっぱり向こうの海外とはやっぱ違うんですかね、うん、いや、もう全然違いますよ。本当ですか？日本ってやっぱりこの発祥の地じゃないですか、アニメ漫画、うんうん、はい、うん、なのであるのが当たり前なんですよね、まあ、アニメとか漫画が。確かに。そうだから、そのでも、海外、特にブルガリアに行って感じたのが、もうアニメと漫画がそこにあるだけで幸せみたいな感じなんですよ。だから一つ一つの作品との出会いが彼らにとってはすごく貴重で、だからもうなんかこう出会っただけで俺らハッピーだぜみたいな感じで楽しんでるっていう感じですね。熱がすごいですね。そうですね、やっぱ日本とは違った意味での熱がすごいですよね、うんうん、そう、すげえな。
すごい日本だとやっぱりあれですもんね、僕が生まれた時もすぐ手に取れる場所にあったものなの で、うん、学校に漫画があるっていうのがあったもん俺の時も。本当にそこまで行きますか。そこまでありました。高校は本当に漫画がまあそのちょっと教育観点から見ての漫画ですけど、うんうん、あそうですね、あ日本あのの歴史の漫画とかそういうやつ、ね、あでも、うん、普通にそういうなんか普通のそういう漫画、はい、なんだろうな、具体的に作品名ちょっと宇宙兄弟とかそういう、あそういうのもあったんだ。そういうのもなんかそういう群青物語みたいな感じのそういうのもあって、あでも確かになんかないことを想像できないです僕も確かに、うん、あ確かにそうです、表現方法として漫画で描くっていうのはそうですね。そう考えるとやっぱちょっと考え方が違うという意味で、またさっきほどおっしゃったようにそうやっぱ熱違う、あるだけで幸せ、嘘あるだけで幸せ、見てみて、だからちょっとそのあるだけで幸せっていうところはちょっとこう見習わないといけないなって、逆にそうですよね、うん、当たり前になってちゃいけないかなっていうふうには思いましたね。うん、ちなみに誠さんは今ラジオパーソナリティとしてもこう活動を始められましたが、はい、今までこうご覧になっている立場だったわけじゃないですか。そうですね、それがこう実際にお出になる立場になってどう感じてますか。うんうんとですね、僕めちゃめちゃ喋るんですよ、はい、本当にほっとくとずっと喋ってるタイプの人間なんです。 今すごい抑えてますね。自分を止めろそうだからね、ずっと喋ってるとすぐ時間経っちゃうから、うん、このきちんとその時間に収めるっていうのはすごく僕にとって難しくって、だからお二人もう先にやられてる二人本当に尊敬します。いやいやいや、いや僕はもう逆に喋れない方なので話を続けるのが難しい。でも今なんとかなんとか続けてますけど僕もどちらかというと多分誠さん寄りなんですよね。あよくその作家さんにお前は喋りすぎだとお前後のコーナーもあるんだぞみたいな、ね、いいのかよくちょっと怒られちゃうね。だから講師くんとかもね本当に迷惑かけちゃって喋ってもらってありがとうございます。いやいやいや確かにねそういうのはありますね、はい、でもじゃあ実際その今放送中の放送された、誠の間というなんですけれども、はい、まあ、どんなコーナーとかあればちょっとご紹介させてもらえるとありがたいなと、うん、メインになるのがやっぱりこの、プロデュースしているプロジェクトを紹介していくコーナーですね。はい、でもう一つそのいろんなサブカルチャーの紹介とかもしているんですけれども、はい、あと結構聞いていただきたいっていうのが僕の好きな、シンガーソングライター、はい、ギターの弾き語りの山田杏美さんという方がいらっしゃるんですよ、はいはい、その方の楽曲をちょっとこう僕の好きなポイントをお話しながら紹介していくっていうコーナーになりますね。 あとその、うん、漫画の紹介、じゃ紹介というか漫画を語る、漫画を語る、はい、あとミュージカル、僕が見たミュージカルの紹介とか。ああそれはなんか講師君となんか似てるね。そう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 、うん、あ同じ感じだって思いました逆に漫画を語るっていうとなんか俺の僕のね、その漫画とかあとはゲームを語ったりするんで僕のだからそう考えるとなんかちょっと似たようなやつですよね、うん、すごいっすね。ちなみにこう素朴な疑問で申し訳ないんですけども、この誠の間っていうのはどういう意味なんだ、意味というか、誠さんの、うん、ま、誠の間、誠の間どういうのこの間ですね。間ってこの文字一つじゃないですか、うん、そうです、誠の間、はい、うん、研磨の間なんですよ、この磨くっていう意味ですね、はい、うん、だし空間、間っていう感じで、あ、はい、床の間とかの、うん、空間っていう意味の間もありますよね。であと時間っていうこれも漢字としては間ですけれども、この間を置くっていったその時間っていう意味の間もありますよね。だからそのクリエイターが自分の技術を研磨して研鑽していって、はい、その作品として空間とか、まあ、時間とかそういうのをこう作り上げていくっていうのがコンセプトです。深いですね僕たちのこのセカンドベースも一応そのプロデューサーさんからいただいた名前で、ちゃんとその俳優としての、うん、まあ、次の一歩、その土台になるようにということで、はい、セカンドベースになってるんですけど、あすごい。いやでもなんかそういう誠の間のその間っていうこの一文字だけにすごい意味があるってことなんですけど、すごいなって、いろんなことが学べる、うん、うん、すごいなんか深いなって思って、ね、なんか二人ともうなっちゃったよね、うん、おお
今回はどんな間があるんだろうと、そう見ないと間だっつって確かにラジオだと確かにそうですよね、うん、間っていうのも大切になりますからね。そうですね、まあうん、ちなみにですけど今後の誠さんの目標なんかを。目標ですね。やっぱりその僕が関わっているクリエイターの方たちが、はい、しっかりとその自分の作品を、はい、世に出すっていうことをしていって、はい、世に認められて、それでそこからこう仕事につながったり、こうクリエイターとしてその活動することが仕事になるっていうのがやっぱ一つのまず大きな目標ですね。あ、なるほど、ね、すごい。まあまあそうですけど、やっぱでもなんか僕が思ったのがやっぱそういうクリエイティブ、うん、クリエイターとその会社企業さんとかをつなげるっていうのは、はい、いやとても大変だと思うんですけど、うん、でも誠さんの中にはその自分の好きだなとかそういう好きっていうのが原動力じゃないですか、はい、なんかそれでその好きをちょっと広げよう、世の中に広げようっていうそういう姿勢は僕はなんか、うん、あすげえかっけえなっていうのを思いましたね。なんかそのぜひすごいなんか僕もあのねあれですけど漫画とかゲームとかすごい好きなんで、うん、それもちょっと世に広まってほしいな。まあまあ結構広まってますけど、広まってますよね、はい、広まってますけど、うん、まあでも先ほど去年は、コスプレイヤーさんとかでも最近コスプレイヤーさんも、はい、なんか結構数増えてる、まあ、僕の中のイメージですけど。そうですね、数増えてるというよりもコスプレイヤーがこの世間に出やすくなってる。あ、そう、認知が広がっているっていう感じですね。確かにちょっと前だとなんかその隠したい趣味みたいな感じのはありましたけど、うん、なんか今なんか逆にもうなんかテレビとかメディアとかも結構すごい取り扱ってる感じがあって、ね、うんうん、なんかすごいなんかそれも時代の流れなんですかね。そうですね、やっぱりこの認知広げる、認知をこの増やすっていうのがこの業界を広げるののやっぱ一番の大前提にあるので、うんうん、そこはしっかりとね、そのいろんなメディアが関わってくれているから、そのコスプレイヤーの認知っていうのはどんどん広がっていって、でそのメジャーな、そのサブカルチャーとしてメジャーなものになっていくのかなって思ってます。僕もそのプロデュースされた方の一人です。そっか、そうだ、だから星くんが広まれば誠さんの目標もちょっと ね上手広がっていく、広がっていくっていう。あ、じゃあわしが育てたんじゃ言います、言います講師はわしが育てた、言いますね、はい、ということで、ね、このあたりで今回のゲストのサブカルチャークリエイティブプロデューサーさんのですね、3はいらねえな、クリエイティブプロデューサーの誠さんから、まあ、告知をお願いしたいなと思います。はい、ですね、ここ市川うらら FM で、先ほどご紹介いただいたように第2第4日曜日のお昼12時から、はい、誠の間という番組をしておりますので、はい、こちらもぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、すごくそのサブカルチャーのテーマにしたカジュアルな番組にしているので、なんだろう、この楽に聞いていただきたいなと思います。あと、はい、僕のツイッターかな、もしやっているので、もし興味がある方は覗いていただきたいですね。ツイッターのアカウントが、はい、アットマーク、はい、MAKOTONO アンダーバーマなんです。まことのアンダーバーマ。わかりやすいですね。そこもあれなんですね、まことのマなんですね。この番組のために、はい、変えたんですよ。すごい入りを。はい、ということで今回はですね、1月から始まった新番組「まことの間」からサブカルチャークリエイティブプロデューサーのまことさんにお越しいただきました。まことさん、お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております、はい、ということで今回ですね、誠さんがいらっしゃいまして、はい、まあ、ゲストということで本当に楽しい、うん、なんか自分のやりたいことをこうプロデュースしてくれる方が増えるってすごいありがたいことだなと思いましたね。講師君もプロデュースされてるからね。そうですね、一人なんだと思いました。確かに頑張っていかないとね、はい、それ頑張っていきます、ね、はい、ということで、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕、安田正史と的場講師でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。